いいですか皆さん。お料理は真剣にやらないと思わぬ怪我をします。これも授業ですから、ふざけないでしっかりやってくださいね。いいですか？今でこそカレーライスは手軽で簡単で誰にでも作れるメニューということになっていますが、カレーは本来インドを発祥とする古式ゆかしいちゃんとしたお料理です。日本式にアレンジされたとはいえ、そこには古代インドの英知と文化が込められています。夢そのことをおろそかにしないように。真剣にやらない人は先生が本気で怒りますから、そのつもりで。知恵先生はカレーに命かけてるって噂でしたよ。採点はきっと厳しいですわよ。家庭科の点数なんか赤点でさえなければ適当でいいんだよ。適当で。適当なんて言わない方がいいよ先生。カレーに関しては鬼だから。なんだよそのカレーの鬼って。初耳だぞ。普段は温厚ないい先生なんだけどね、どういうわけかカレーにだけはうるさいんだよ。品質的なくらいに。うん、秘伝のカレーを研究するためにって言って毎年インドに旅行に行ってるって言ってたもんね。風の噂ですと、ご飯は3食カレーライスで、たまに他のものを食べる時でも必ずカレー味というこだわりぶりらしいですの。それ変質的というより変態的だぞ。何か悪い宗教にでも入ってるんじゃないのか。大体カレーなんてジャンクフードの筆頭じゃねえかよ。3食カレーなんて栄養的にも偏って。ケイちゃん、しー、それ以上言ったら埋葬される。へいへい、しっかり真面目にカレーを作ればいいわけだろ。でも今日はそう簡単にはいかないのです。あのね、みーちゃんが。わかってるね、みんな。勝敗はどうするでございますの？先生の採点で決めますの？今日は栄林所の皆さんへの感謝のイベントですから、先生だけでなく採点はみんなで行いますよ。うん、わしと先生とそれから栄林所の方5人で採点する。各自健闘を祈るぞ。そういうわけ。のんびりしたカレーパーティーなんかには終わらせないよ。レナ、カレーは得意だよ。今日は負けないよ。私の学年はハンデ作りますから、リカと一緒なのですわよ。汚ねえ。リカちゃんは確かかなりの料理上手じゃ。僕のカレーで美味しくって体がどうにかなっちゃうのです。
ちゃんが今思ってることを当ててあげるよ。ミオンはきっと料理が下手に違いない。でしょう。では皆さん、いいですか？刃物には十分に気をつけてくださいね。はじめ！本当にそんな水加減でいいんですの？もっと入れないといけないそうですのよ。さとこ、それが罠のつもりなら残念だったな。俺は慣れてるぞ、飯盒炊飯は。はじめちょろちょろ中パッパ。赤子泣いても蓋取るな。ケイチくんすごいね。ちょっと意外。サマーキャンプで習ったのかな。親父がデイキャンプが好きでさ、夏場なんかにはよく家族で出かけるんだよ。ってことは全員ご飯の炊き方は問題なし。つまり勝負の分かれ目はカレーの方ってことになるね。カレーこそリカの独壇場ですのよ。皆さんなんかコテンパンですわ。リカのってとこが泣けるぞ。お前も何か料理を手伝えよ。ひょっとするとさとこちゃんは何もお手伝いをしないのが一番のお手伝いなのかもね。勝負は勝てば官軍でございますわよ。じゃあ早速カレーの方に行こうかね。ここからが勝負どころだよ。今日のカレーはどんな味？ヘビさんなのですよ。ガオそんなわけあるか！絶対嘘だ！トリックだ！ SFX だ！ワイヤーとか使ってるに違いない！うれ！ビローン！ケイチは知らないですか？ミーはおばあちゃんにお料理とかも教えてもらってるですよ。料理だけじゃないよ。裁縫からお花にお琴、重機から無線機、ヘリの
の操縦まで何でもできるんだからね。本当はすっごくお料理上手なんだよ。面倒くさがって全然作らないけどね。ケイチ、お湯を沸かして注ぐのは料理に入りませんです。あははははざまーないですわね。今日はケイチさんの一人負け確定ですわよ。てめえだって料理できないだろうが。かわいそかわいそです。僕がケイチをコテンパンにしてあげますです。ここはギャラリーが多い。俺、他の流しで仕事するから。ケイチくん大丈夫かな？包丁で指とか切らないか心配。さーて、ケイちゃんのお手並み拝見だね。富田くん、岡村くん。お、君たちは4人でグループか。お、はい。女子2人が料理とか得意なんで。俺らは遊んでるだけで OK です。単刀直入に言おう。このままでは部活に負ける。君たちの班が剥いた野菜をくれ。前原さん、それほとんど恐喝です。でも、まあ話によっては交渉次第なら OK ってことですよ。たくましい奴らだな。まあ当然だ。ではこうしよう。俺が勝てたら、さとこ&リカちゃんグループのカレーを食わせてやる。これならどうだ？え？あ、どうしようかな。もちろん、さとことリカちゃんの食べかけをだ。スプーンもつける。あら、ケイチさんも結構やりますのね。綺麗なジャガイモですこと。すごいね、すごいね。ケイチくんの皮むき上手だよ。違うね。ケイちゃんが剥いたのはジャガイモじゃなく牙でしょ。ああ、俺はとっくに本気だぞ。てめえらまとめてぶっ潰してやるぜ。
ちのお母さんのカレーはね、いっつも具沢山だったんだよ。だからレナのカレーも具沢山なの。本当は一晩かけてじっくり煮たいんだけどね。ふう。頼む。俺のカレーにも少しお力を貸してくれないか。ダメだよ。これ部活だもの。レナは負けないよ。あ、ミヨンてめえ、そりゃなんだよ、ハンバーグなんてどこから。行事予定表で今日のことをあらかじめ知ってたからね。下ごしらえはバッチリってわけよ。私のカレーはゴージャスに行くよ。意義あり。先生、こんなのありですか。意義を却下します。おいしいカレーができれば先生は何でも OK です。レナとリカちゃんは天性の料理上手、私は入念な事前準備で、ケイちゃんは？前原さん、こっち、こっち。なんだよお前ら。ん？その鍋はなんだよ。お前らの反応か？これ気づかれないうちに前原さんの鍋とすり替えてください。うちの女子のカレーなら前原さんが作るよりは出来はいいと思います。勘違いしないでくださいよ。僕たち前原さんに勝ってもらわないと。その…すまん、世話になる。だが、お前らのグループの女子がよく許したな。前原さん、俺たちも本気ってことです。任せておけ。腹は空かせておけよ。絶対に食わせてやるからな。お待ち申し上げております。姉ちゃん、やるじゃない。これは最後までわからない勝負になったね。ケイチくんのカレー、レナも食べてみたくなっちゃうな。なっちゃうな。レナのカレーもミヨンのカレーもみんな強敵だよ。俺の最善は尽くしたが、結果はどうか。ケイチさん、リカが呼んでますわよ。言ってあげてでございますわ。
よ、リカちゃんの方はどんな具合だい？カレーさんなのです。カレーさんはすごいのです。目からビームも出ます。ピー、おバリアビーム反射。カレーさんのお腹からはミサイルも撃てるのです。ビシュー、おりゃー、前腹超電磁バリアー、そして反撃のビーム。カレーさんはビームエネルギーを吸収して波動砲を撃てるのです。なあリカちゃん、俺に何か用があって呼んだんじゃないのか？はい、呼びましたですよ。でももうご用は終わっているのです。やられた。何をしますの？レディの頭を何だと思いですの？なことはどうでもいい。まさかサトコ、俺のカレーに何か混ぜたんじゃ。失礼な。そこまで落ちぶれてはおりませんわ。こう見えても私フェアですのよ。じゃあこのよくわからない並べ方をしてあるしゃもじとかお皿とかは何だ？こんな不安定な置き方をして倒れたらどうすんだよ。これは芸術だな。そういえば昔テレビでドミノ倒し世界記録に挑戦なんてのが流行ったよな。あらあら、大惨事ですわね。私は何もしてませんのよ。
て、皆さんできましたね。ではこれから審査員の皆さんと校長先生と私で試食をしますからね。次は竜宮君のカレーであるな。うん、実にうまそうである。あらあらあら、竜宮さんどうしちゃったんですか？途中まではあんなに美味しそうだったのに。失敗こそ成功の調味料である。次回に期待するぞ。頑張りたまえ。では次は僕たちのご賞味いただくのですよ。フルデさんの班のカレーもとっても頑張っていますね。どれどれ？素朴だけど、これはとても美味しくできてます。この子のカレーも結構悪くないけどな。俺、人参嫌いなんだよね。ダメですよ、教授。人参を残してはいけません。教授、おかわりありますですよ。カレーには誰も叶いませんのよ。騙されてはなりません。審査員の皆々様方、貧乏臭さをお袋の味と錯覚させるなど、まやかしもいいとこ。皆様方が本当に食べたかったのはこういうカレーじゃない？
ても美味しい。実に豊かな味わいですよ、園崎さん。このカレーこそインド6000年の英知と日本人の食文化の美しい融和の生きた証。先生、感激です。これは満点の仕上がりですね。100点をあげちゃいます。いえいえ、どういたしまして。クラス委員長として模範を示したまでです。僕の負けなのです。そんなはずありませんわ。確かに飯盒に細工しましたのに。みよめ、俺のご飯を使いやがったな。ずるいぞ。お前のカレーも半分よこせ。おっと、ケイちゃん、それは甘えてるよ。この最後の土壇場をケイちゃんは諦めた。私は諦めなかった。そういう差でしょ。勝負は捨てたらおしまいってこと。みーちゃん、ケイチくんかわいそうだよ。ちょっとくらいなら分けてあげても。いいのいいの、これは授業料だよ。ケイちゃんは今、勝負を最後まで捨ててはいけないことを学んだのね。カレーは鍋ごとひっくり返し、ご飯すらも残ってない。この状況で、どう勝負を諦めるなんて言うんだよ。前原さん。事故ですよ。仕方ないです。考えろ、前原圭一。考えるんだ、前原圭一。カレーを作る方法じゃない、勝負に勝つ方法だ。むくあー！富田君、手を洗ってこい。手伝ってくれ。岡村君には探してきてほしいものがあるんだ。おっす！了解です！ほう、最後にケイちゃんがどうあがくか見せてもらおうじゃない。往生際の悪い男は嫌われますのよ。うるせえ！俺の最後の勝負を黙って見てろ。まずミオン、お前の飯盒をもらうぞ。嫌とは言わせん。別にいいけど、しょっぱいよ。レナも手伝っていいよね。ケイチ君、非常事態だし。そう言ってもらえるなら心強い。じゃあレナ、お茶を入れてくれ。はあ、信頼
されてない。それからサドコ、そしてリカちゃん、一騎打ちを申し入れる。なんですって。お話を伺いますですよ。俺が100点をもらえたら、サトコ、リカちゃん、お前らのカレーをいただく。飯抜きだ。冗談もほどほどでございますのよ。そんなのあかんべーでございますわよ。いや、いいでしょサトコ、受けなよ。これだけの致命傷を与えたんでしょ。再起なんかあるわけがない。だからサトコも堂々としてなよ。どうあがこうと逆転などあるわけがない。そうでしょ。そうでございますけど。僕はいいですよ。ケイチ、ファイト、オーです。そういえば、前原くんのカレーはどうなりましたか？先生、まだ食べてませんよ。はい。俺のカレーは、その、鍋がひっくり返ってしまい。ん？そうであるか。それは実に残念である。カレーは失いましたが、勝負を失ったわけじゃありません。皆さんを、うまいと言わせてみせます。まずは、黙って食ってください。文句はそれから伺います。これが、俺の料理だ！前原くん、それは…ん？おにぎりであるか。他にしてますわ。それにほら、中身も何にもない、ただの塩にぎりではありませんの。こんなの勝負にもなりませんわ。確かに塩加減は悪くないかもしれないけど。前原さん、本当にこんなので逆転できるんですか？後輩諸君、よく尽くしてくれた。大丈夫、黙って見てるんだ。ケイちゃんも卑怯な手を使うようになったね。こりゃ辛いな。あ、そうか。レナにも分かったよ。どういうことですの？なんでみんな黙ってあんなにも食べてますの？それはね、さとこちゃん。審査員さんたちね、実は。男はな、時には味よりも量を尊ぶこともあるんだよ。その時味は心震わせるものよりも素朴であることが望ましい。健闘は称えるが、今日はカレー勝負。これに点数を与えて良いものなのか。
諦めるな、ケイちゃん。いえ、先生。採点はしていただきます。カレーとおにぎりを異なって評価することに、そもそも致命的な間違いがあります。ん？前原くん、何を言ってるんですか？カレーとおにぎりが、なぜ？本場インドのカレーは、ナンというパンで食べるそうですね。ですから、このカレーライスという料理は、それを取り入れ、アレンジした日本の食文化の一つと言えるでしょう。冒頭に先生がおっしゃられた通り、インドと日本の文化の融合の結晶なのです。前原くんの言うことはわかります。でも、それとおにぎりにどんな関係が？とても簡単なことなんですよ。カレーもおにぎりも、お米を美味しく食べるための知恵なんです。カレーもおにぎりも同じ米食文化の結晶なのです。よまいごともほどほどになさいませ。認めませんわよ。先生はカレーの出来を採点してますのよ。こんなのは採点外、0点がふさわしいに決まってるでございますわ。先生、ケイチ君は頑張ったんです。認めてあげてください。カレーの授業のはずだったのに、どうしましょう。かつてフランスからある高名なシェフが来日したとき、ホテルの人たちが様々な材料をフランスから空輸したんだそうです。でもそのシェフはそれらに見向きもしませんでした。どうしてなのですか？本場の材料さんなのですよ。シェフは地元の漁港へ行き、日本で採れた新鮮な幸を使って料理を作ったそうです。食文化は決められたルールに縛られるものじゃない、文化なんです。日本に来れば日本の文化と溶け合って、また新しいものを形作る。だからカレーもおにぎりも同じ日本の文化なんです。前原くんはカレーのお鍋をひっくり返してしまったそうですね。危ないから気をつけなさいと初めにあれだけ言ったのに。すみません。ですが、前原くんや園崎さんが言うように、食文化には垣根はありません。人を心底簡単させるものなら、その形式は何ら差別されるものではない。じゃあ。お鍋をひっくり返したので、減点20。でも、今日だけですよ。くじけないで頑張ったので、特別に20点プラス。100点をあげておきましょう。
さて、約束だぞ。さとこにリカちゃん、君たちのカレーは没収する。そそ、それじゃあ私たちのお昼がなくなっちゃいますわ。ふー。と言いたいところだが、情けだ。半分は食ってよし。ケイチ、ありがとうなのです。さて、このカレーは後輩たちに渡してっと。俺も腹が減ったよな。自分のおにぎりでも食うか。で、あれ？さっきの前原くんの話を聞いていたら、噛み締める米の味がひときわ美味での。あの、ひょっとして俺の分も食べちゃいました？前原くん、さっきはああいう場だったので満点ということにしましたが、わかっていますね。え？わかってって何がすか？カレーはこの世で一番尊くて神聖な素晴らしい料理です。それとおにぎりを同一扱いするなんて断固許せません。いいですか？カレーは四大河川文明に匹敵する第五の文明として、古代インドに生まれ、アショカ王の時代にカピラ城で釈迦の生誕に万国食文化博覧会が絶賛して、ミシュラングルグル、エッフェル塔すらもカレー漬けをぐつぐつ煮込んで、ターメリックを寝ても覚めてもカレー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 。ちょっとケイチさん、何をフラフラしてますの？後片付けもお料理の一部ですのよ。ケイチくん、目がカレーだよ。どうしたのかな、この。あっちゃー、やられたか。大丈夫、一昼夜で元に戻るよ、多分。なあケイチくん、だからレナのカレー食べなよって言ったのに。まあまあ、よくしのいだよ。あの絶対的な状況下から、つくづくケイちゃんは追い詰められてからが強いね。今はどんな褒め言葉もいらん。飯をくれ。うちに帰れば何かあるんでしょ？うちってお菓子とかの買い置きはないんだよ。カップ麺も
今はそこをついてるし。我慢して待ってれば、今日のお夕食はきっと美味しいよ。じゃあ私はこの辺で。また今日もバイトでね。慣れない職種はしんどいよ。やっぱウェイトレスさんってハードワークなんだな。え？みーちゃんってウェイトレスさんやってるの？本当に本当に？どこのお店かな、ハオ？私は、そう、先日のおもちゃ屋さんの店番なの。ウェイトレスさんはシオンで。ごめん。あまりにもよく似てるから間違えた。ケイチ君、シオンって誰かな？ミオンの双子の妹なんだよ。性格は違うけど、外見はうり二つなんだ。そうそう、外見は似てるけど中身は大違いなんだよ。私は優しくて思慮深いけど、シオンは冷めてておっかない性格なんだよね。多分生まれた時にミオンの女の子らしい部分は全部シオンに行っちゃったんだと思う。ミオンと違って実にはにかんだ笑顔の似合う可愛い女の子なんだ。ないの？みーちゃん、妹がいるなんて話してくれたことあったっけ？レナには紹介したことなかったかな。私の双子の妹でシオンって言うんだよ。知らないよ、聞いてないよ。みーちゃん家に行っても会ったことないよ。そのほら、知ってるでしょ、バッチャと住んでるのは私だけだから。シオンは沖宮の実家に住んでるの。あんまり仲が良くないから、こっちには来ないんだけどね。嘘じゃないんだ。信じてやってくれ。レナもいつか会ってみたいな。今度レナもお顔を見に行ってみるね。どこのお店で働いてるのかな。このそのThank you.
はい、どうぞ。空いてますよ。どうもこんにちは。って、ケイちゃん、何やってんですか？シオンか。また、どうして？お姉に聞きましたよ。今日のお昼、部活で大変なことがあって、ご飯食べられなかったんですよね。ああ、大変だったぞ。さとこに鍋を倒され、ご飯はお前に盗まれて。だから私、シオン。すまんすまん。それで、なんだよ。空腹の俺のために差し入れでも持ってきてくれたのか？ありゃ、図星をつかれちゃってなんだかがっかりですけど、これ。え？本当に差し入れなのかよ？サンキュー。お姉が学校に持って行ったハンバーグの残りがあったんで、ちょっと持ってきました。お夕飯前だとは思いますけど、いかがかなって思いまして。迷惑でしたか？迷惑なんて滅相もない！すげえ嬉しいよ！本当に食っていいのか？本当にいいのか？これ、タバスコとかがいっぱい入ってるとか、そういう冗談じゃないのかよ。もう、お姉じゃないんですから、私そんなことしませんよ。別に嫌なら無理しなくても。帰って自分で食べちゃいますから。全然嫌じゃないです。感謝の心を忘れずに噛み締めたいと思います。そんな、鼻水垂らされて感謝されるほどのことじゃ。何もないけど上がっていくか。お茶くらいなら出せるかも。ごめんなさい。またの機会にします。私、バイトに行く途中ですから。お弁当箱は適当に水洗いして、明日、お姉にでも返しといてくださいね。当然だぜ。こんなうまそうなのを食わせてもらったら、それぐらい礼儀だろう。じゃあ私はこれで。あと最後に。お姉がカレーの時、黙ってケイちゃんのご飯取っちゃいましたよね。悪ふざけが過ぎるとお姉、ついやりすぎちゃうんです。決して悪気があったわけじゃ。おいおい。別に俺はあんなのなんとも思っちゃいないぜ。部活の上でのことは恨みっこなしだからな。毎回スリリングに楽しませてもらってるのを、こっちが感謝したいぐらいだぜ。そう。ミオンに伝えてくれるか。はい。それ、お姉きっと喜ぶと思います。ではこの辺で。嬉しいけど、これ本当に大丈夫なんだろうな。
シオン、いや、ミオン。俺が空腹で死にそうって言ってたのを聞いて、大急ぎで持ってきてくれたのか。